骨水降下雪を捉えた衛星画像。筋状の雲が湖から湧き出るようにして発生し、東風によって運ばれて五大硬岩に大雪を降らせている。1999年12月22日19時15分半日で60センチメートルもの土下雪が降ったヒューロン硬岩の町、オンタリオ州、ワサガビーチ。骨水降下の雪とは、 当期に、アメリカ語大湖沿岸の風下側において見られる、現象。相対的に暖かい湖水の上に風を伴う冷たい空気が侵入し、温まった空気が上昇するとともに、水蒸気の供給を受けて、雪雲が発達して、沿岸部に大雪を降らせることからこの名がついている。その対象は、湖岸だけでなく、海岸や湾岸などの他の水域にも広がっており、 海水降下雪とも呼ばれる。エリー湖から湧き出るように発生する雪雲の列アメリカカナダ南部の冬は低気圧の通過とともに雪雲がやってきて雪が降るパターンが多い。大陸中央部では陸上からの水蒸気供給がないため空気に含まれている水蒸気の分が雪雲となり地上に降る。そのため降雪量は一般的にそれほど多くなく 雪の降り方も強弱変化が少なくて長く降り続く場合が多い。一方で五大湖沿岸の風下にあたる湖岸地域ではスノースコールと呼ばれるような短時間の大雪にたびたび見舞われる。オンタリオ湖から 50km ほど東にあるタッグ、ヒル高原はアメリカ最新積雪をたびたび記録することで知られている。 東高原のレッドフィールド、モンタグへ、オセオラでは年間平均で300インチもの降雪を観測する。また、タッグ、ヒルの南にある都市シラキュースでは年間平均で115.6インチもの降雪量があり、アメリカで最も雪が降る都市とされている。これは、周囲の陸地よりも、五大湖の暖かい湖水の上を、 大陸の寒気段を伴った北東風が吹き抜けることで起こる。湖面が暖かいために上空との温度差が大きくなって、大気が不安定化し、湖から水蒸気を供給されて、積乱雲や積雲、乱走雲の雪雲が列をなすように次々と発生する。雲列は風下へと移動し、湖岸地域に大雪を降らせる。この後、再び雪雲は、 冷たい陸の上に戻るため、気温差は小さくなり、雪雲は急速に衰える。そのため、湖から 200km ほど離れると、湖水降下雪の影響は、ほとんどなく晴れていることが多い。また、日本と同様、途中に山脈があると山沿いに雪を降らせ尽くしてしまい、山脈の風下は晴れて乾燥する。これは、メソ大流系とも呼ばれる。 大流気候を持ち、積乱雲が発達して、時に雷を伴った雪、雷雪をもたらすことがある。アメリカでは、陶器の雷が一般的ではないので、このように呼ばれている。スノーベルト五大湖の東岸や南岸は、アメリカ有数の降雪地帯であるため、スノーベルトと呼ばれている。アメリカでは、五大湖以外に、グレートソルト湖東岸、また、 太平洋の影響を受ける、西海岸の北部、大西洋の影響を受けるデラウェア湾、チェサピーク湾、マサチューセッツ湾など、同様の現象が見られる。スーザン・ウィッグス、今、心を溶かす愛、レイクショア・クロニクル・下月・桂役、ハーレクイン。ハンリーク、DF、チェシピケ・ベイフェクト・スノーホームド・トゥデイ、ジャスト・イン・ウェザー、ホープエル。 J オーシャンエフェクトスノーメイクスジャパンザスノーエストプレースオニアースザウェザーチャンネル松本誠一日本海沿岸で観測される海洋性降雪の終支解析気象終支第二週一九百六十七年四十五巻一号 p 五十三から六十三 doi 十点二一五一。ドイ JMSJ1965.45-153 日本気象学会ノーザンフォレストアライアンスタッグヒルプラトーニューヨークリトリーブドオン2008年3月1日カペラクリスアンサーズジュースノーエストシティーズアーントオールインニューヨーク USA ートゥデーサンオクトーバー2003カーズドシーンウィーウォントバックルアンダーザスノーベルトエスブローズ ポストスタンダード14マーチ2005一般的に、比熱容量の差によって陸上よりも水面の方が温度変化が緩やかであり、冬の場合は湖面は陸上よりも暖かい。また、五大湖も普通、冬季はほとんど凍結しないため、冬の間中水をた,たえている。ありがとうございます。